ターキッシュエアラインズ1878便着陸失敗事故は2015年4月25日にミラノ・マルペンサ国際空港発アタチュルク国際空港行きのターキッシュエアラインズ1878便が目的地のアタチュルク国際空港に着陸する直前に機体が急激に傾きハードランディングした事故であるこの便は最初の着陸で ハードランディングを起こし着陸また行を行い二度目の着陸で滑走路を逸脱した。乗員乗客102名全員が無事であった。事故機のエアバス A320 から200は登録番号 TCJF、相性はグムシアネ。製造元のシリアル番号は2941で2006年10月18日に初飛行し、2014年にスターアライアンス塗装になった。 事故機は、その後焼却された。1878便は、イタリア共和国ミラノのミラノマルペンサ、国際空港から、トルコ共和国イスタンブールのアタチュルク国際空港へ、向かう、国際定期旅客便だった。2015年4月25日現地時間午前10時23分、アタチュルク国際空港の滑走路霊後に着陸する、直前に、機体が右に傾き、 地上100フィートの高さから急降下した。その後機体尾部が滑走路に接触してハードランディングとなり右の膠着装置が損傷した。これにより油圧の配管が破裂しめぎ集約の油圧系統が損傷を受けた。1878便は着陸また行を行い3800フィートまで上昇した。滑走路35リットルに着陸するための アプローチ中に乗客が損傷した右周翼から火が出ていることに気づいた。現地時間10時41分に滑走路35リットルに着陸した。着陸すると右の着陸装置が壊れ、機体が滑走路から約180度回転した。空港の消防隊及び救助隊が機体に向かい、火は消火された。乗客は全員脱出スライドで避難し怪我はなかった。 事故の後、空港は一時的に閉鎖され、イスタンブールのサビハギョクチェン国際空港が代替空港となった。ターキッシュエアラインズはイスタンブール発の95便をキャンセルにした。民間航空総局が調査を開始した。事故機の乗員は1878便の前に着陸したボーイング787の後方乱気流によって、 ハードランディングした可能性があると話した。ありがとうございます。